さあこれで総合優勝は最終日で大逆転、最高位戦チームとなりました。おめでとうございます。ずるしない麻雀駅伝2018最高位戦優勝記念と題しまして、今回は6人のベストな一曲を一つずつ発表していただこうと思います。イケメンだね。ちょっと待って。江崎さん、いや今回まさしさんのなんで、江崎さんのじゃないの。まさしが出てきた時に、まさし出てきた時にね、うん、もうみんな何言うか分かってるよね。イケメンじゃないよ。ブラブラなしなんですよね。そうそう。はい、で6分の5半ちゃん目、私自身の2半ちゃん目のオーラス。あ、さっき渡るトップでポイントがチームポイントプラス3で楽になってね。そう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 。なんとかね、ポイントを伸ばしたいんですけど、今3着目、1326積もると2着、リボン2本出てる。でもドラもなかった、そう、だからドラ引かないとちょっと厳しいかなっていうところ、まあ3着もやむなしと。まあね、ラス目のオーラス親ですもんね。あ、この江崎くんが親だよね。そう、カツがもちもちになるのか、これ、もちに予言しちゃった言おうとしたくなったし、あれって、あ、あっつった。江崎さんショット多くない？なんか多いね。江崎くんばっかり抜かれてる。これが親族、あ、もちもちですね。そうなんです。でハツあんこってケンパでなればいいんだけど、まあ、大体ハツがあると3着になりそうだよね。試しなさそうっすね。あれだけ厳しいとどういう思考に変わってくるんですか。まあ3着やむなしか、安冠できればいいな。あ、なるほど。安冠もめったにできない。ドラ引くより多分難しいな。今のところね、まだあんこすらないですけど。そうなの。ここでまあテンパイチャンス全力でチームワン切ってリーズも初テンパネを残すか、はい、ドラ引きをのリーズもピンフドライチを残すかの分岐点で、ねえ、いいじゃん。点どうするんだ、ちょっと考えて、まあでもやっぱりドラ引くのが一番簡単だよね、1326は、っていうところで そう切って、まあ、この瞬間発動するっすか。しょうがない、する。テンパイ取るってことですね。上がり率が違いすぎる、それ、ね、もでかいっすし、そうだよね、1600プラスリーボー2本だから 3.6 は 7.2、でかいでかい、ポイント倍にしますからね、でかいよ、でもめっちゃでかいね。でかい。普通のルールの 0.5 着自分、あ、そうなの、着弱あるもんね。そうなの、だからまあやっぱ車利用感はもっとでかくなるんですけど、テンパイ、そうよね、怖いね、あら、で、阿部さんがピンズの本質っぽい仕掛けだけど、マンズを今チート、マンズワン、だからまあ安いか、そう、そう、染まりきってない安い先天仕掛けだったんだなぐらいな感じですよね。じゃあもうこの時にすでに打っても打っちゃだから、そうです、まあまあ打ってもしょうがない、ワールドワン食い取られちゃった、まあ食い取られたのは熱いけどしょうがない、これでまあさすがに安いのはね、もう間違いない、より確信に変わったっていう。とはテンパったらどうしようかな。どうしようかな。急走引いたらリーチするのかしないのか。する人のが多いですか。ぐらいですか、ね。阿部さんから26は残忍直ると一応変わる。64、84、84は変わりますね。100点。じゃあ、やっぱ一応リーチ。じゃあ一応リーチでしょうよね。ね、向こうがね、えいって急走ぐらい打ってるかもしれない。かなりが入る。やばいじゃないですか、ピンチ。で、チーワンもね、親にちょっと厳しくなって、ね、そうですよね、ちょっと阿部さん上がってくんないかなと思って。あ、一発目では EP 打たなかったのね。一発目自分のテンパイも一番あったんで、なるほどなるほど、まあ、安全パイだったんで、つもぎって、ここですね。でもう1枚2つ目になりました。もういけない、阿部さんがローソー行って絶対両面テンパイで、ピンズのテンパイなんですよね、で両ピンバーピン通って、親に打たず安全そうな牌が E ピンしかないから、E ピンと、なるほど、
一番印象に残ってる曲がこれだね。イケメン情報の先生イケメンじゃないでしょ。いやいやいや、いい感じ。マージャンイケメンだ。いい感じ。イケメンだ。これがちゃんと的確に当たってラス回避。そうね、サンチャキープですね。もっと M で切れてればね、もっと良かったかも。いや、わかんないけど、逆にあれぐらい演出した方が、見てる人は、うん、どうすんだこれは、これはもしかしてわざと落ちに行くのか、うん、みたいな解説する時間があった方が俺はいいと思うんで、うんうん、しかもね、あんだけ江崎さんのショット抜かれてたから、まさしさんもちゃんと抜かれたいですね。ね、顔ね、抜かれたいよね。ちょっと残っちゃった。いや、だけど、なんか他あんま抜かれてなかったよね。なんか安倍さんとか抜かれてないよね。安倍さん抜かれてないよね。カメラの中では結構3回ぐらい抜かれてるから良かったんじゃない。山瀬さんはこう上がりじゃなくて、自分にとって最善になるようなこの厳しい展開の中での一曲。そうですね。ね、そういうことですね。いや、でもなんかまさしらしいね。結構天才的なチートイスとかあったもんね。ドーピン短期だ、ねえ、あれさ、せっかく一発で積もったのにさ、一発ないよね。一発ないからね。ヨレヨレの羽マンだね。そうだよね。でもそういうなんかいい上がりよりもこれが一番印象に残ってる。こっちの方が印象に残ってる、うん、あれはなんかローピン短期にしかならないでしょってちょっと思っちゃったの。あらば、性格出ますね。なんか自分のかっこいいの見せたい人と、ちょっとテクニカルな思考と技を見せたがる人と、なんかいいですね。受けが良さそう。なんか、ま、真面目な真面目な麻雀生徒会長。麻雀生徒会長だからね。生徒会長。でも見事な一曲でした。